Hey guys, MechanicCG here, and welcome back to another episode of Yakuza 0. Today is episode number 11. Hopefully you do enjoy. And we're now moving on to chapter 6, The Yakuza Way. Mama, もういいよ. 迷惑かけた。 織田さん、桐生、すまねえ兄弟、俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、それはこっちのセリフだ。 結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前、これからどうする気だ？さっきの粟野ってやつに、うちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、粟野の兄貴がそう言ってたんだ。 これから堂島組が組を挙げて橘の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、橘を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。 その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りは橘の代わりに桐生がまとにされる。組織ぐるみで追われる。いくらなんでも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが。よせ。 相手は怪我人だ、錦。それに、いずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思ってるそのタイミングが早かっただけだ。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。 もともと橘社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一粒をかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えば、うちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただ、 こうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。粟野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人はクゼなんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。とにかく社長と話してみる。ママ、電話貸してくれ。 全員が助かる道だってあるはずだ。うちが殻の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、織田です。今は桐生と瀬名って店にいます。ええ、それで堂島組の粟野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。 うちが殻の一つを追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。 これでもう、俺にも社長がどこにいるかはわからない。
悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて、それよりこれからどうするの？おい待て、キリュウ！おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。Interesting. So we go into the empty lot right now. Right, we are now heading towards the empty lot. Okay, where is it? Oh, big guy.Look at that.橘。なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですが、クゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまり、あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕は、おそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今、私が掴んでいる情報は、ここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってだな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一壺の所有者を見つけました。え？わけあってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが押さえ、殻の一壺を手に入れれば、堂島組が我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか？殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ？一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば
俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら、私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。Right, time to head home then. That was interesting though. Oi. What's going on here? Plan to just waltz past without a word? You want through here, you gotta pay the toll. Not this toll thing. Oi. Interested. Okay, interesting. So, this guy is rich. Is he one of the 5 billionaires then? Press X while walking around the city to take a handful of your money and fling it into the air. Anyone nearby will flock to the cash to grab what they can. Okay. On narrow streets and alleys, you'll often find your way completely blocked by punks eager for a fight. Walking around them simply isn't an option in these situations. Distracting them with a mountain of cash, however, is. They'll literally leap at the chance to fill their pockets. Give it a try now. Oh, look at that! That's awesome. Sorted! You can buy your way out of any situation. Oh, so whenever there's fights, we can just, like, throw money. High risk, high return. It's been my golden goose. Head for Theatre Square. If you're truly a man of means, you'll find your way from there. Put most of our capital to work in a certain system. Drop by Vincent. Oh, interesting.
Okay. That is pretty cool, though. Right, off we go. We gotta go back to... Oh no. Yeah, I'm not getting involved in that. There you go, see? Preoccupied. Right, what are we doing now then? Dojima family, need to find another route. Where are we heading then? Okay, so the Yakuza just want to fight me now. I think having a fight in the middle of the street would attract attention. And look at that, finishing blow. That's Dojima. Yeah. Right, let's try running down this way, I'm thinking.集めてこい。気流を見つけたって。へい。町中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、気流。抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは道島組で、ごった返す。逃げりゃ死ねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。 Someone's angry. Let's do this. Let's do this. Come on. Lovely. Right, let's see if we can get a nice finishing blow. Right, we are in fighting mode as well, so we are ready to fight.
こっちにいたぞ。うわ、ないぞ。2分で来い。We have 2 minutes. Come on. Honda. Get rid of him. You're asking for this. Right, run. One minute. Nice. Finishing blow. Right, let's do some heat as well. Brilliant. Seconds, you're joking. Oh no, we failed. Oh, we did it just. We got more people. How the hell am I supposed to do this? Brawler style. No, beast style. Nice. We have people everywhere. At least we don't have a time limit for this. Oh no! Get rid of them. A load of these guys about to die. Oh, we're down. Right, brawler style. Mm-hmm.
Nice. Let's do this. Heat takedown. Not quite. Not quite. Come on. There we go. 11 million yen. ヤクザに追われてるんでしょ、あんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかない？何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが道島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。Right, so it looks like we're going in. じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。Oh, I'll take those. Some toughness things.Right, we're entering the club now.確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまで繋がってる？劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。でなきゃ抜け道に使えないものね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ああ、助かった、ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら、今度は客として来る。ごめんね。多分そんな日は来ない。Right. Oh, another cutscene.しましてくれるぜ。
あんたが仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろう。極道の世界に KO はねえ。俺なきり指の一本や二本なくそうが、阿波野や渋沢に頭取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねえバカ。Time to take down Kuze. Let's do this. Kick his ass. He's using tools as well. Oh, let's do this. Completely punch him. Right, break his guard. We could have heated, actually. And heat again. Nice. That's our first bar of heat health gone from him. Oh, look at that. Look at the strength. Just stuck there in the corner. We're gonna... Oh, he's trying to fight back. Oh, that was a big hit. We are stronger. Do it. Ow. Mate kore. Koukai suru zo. Ima oru koko de korosanakattara na. Sakki anta ga itta tori.俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地、最後まで貫かせてもらう。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな、
アバロン。待ってたぜギリア。やっぱクゼナギはしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。ああ、ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜキリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待てキリュ、俺はおめえに感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い脅すきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はなキリュ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。まさか。風間の頭が面倒を見てるって話だったから、さぞかし豪華なとこだと思ってたが、ありゃ犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お元気だったよ。お前ひまわり何したんだ。まあ、落ち着けって。何もしてねえや。風間の頭の関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だな、あの園長。アワノ、お前おめえも自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。とまあそういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついてる。まあ悪く思うな。昔から堂島組には役割があってな。組の鋭角のは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は。障害、つまり脅し担当なんだよ。
俺はクゼとは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす。たまには女もつまみ食いしながらな。俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いや、キリュウ。今、あの不動産屋、田島なお、俺によりゃ、おめえは勝ち組。一生楽しく暮らせる。そして、売らなきゃ、惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に這い出たばっかりなんだろ。うん、人生無駄にする必要はねえな。脅しってのはそれだけか、おめえ。君、話にならねえよ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺仕事に抜かりねえんだな。さあどうするキリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろ、俺は行く。何、あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュウってね。なら撃たれる方がまだマシだ。通用しねえってことかい。キリュウ、錦、早く乗れ。組の門に見られたらまずい。だがいいから。下げて隠れてろ。粟野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦、分かってんのか、俺に関わるとお前もやべえ。
うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ城を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。着いたぞ、キリュウ。ここはどこなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ。まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう。たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん。キリュウ、お前、組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんま、できるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ、キユ。組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやっさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに死なせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。Thank you.
すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよこっち、みんなみんじゃねえよ。キリュウ、頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ。撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。国道として、俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。ほら、おめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端な意味がねえんだよ。俺だって同じさ。キリュウ、お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせに、マジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリア、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え？俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだってキリュウ、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュウ、ニシキ、まず俺からけじめつけさせてくれ。お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。That was really sad. Oh, I feel really bad for them.
But we got 30 million bonus yen. Worth 69 American computers. Nice. So thank you guys so much for watching. If you did enjoy, be sure to leave a like, comment down below and subscribe, and make sure to check out the description. We've got our social links for our Twitter, Instagram, and our Discord server, so check those out. And if you want to help support the channel, hit that join button, it'd mean the world to me. And I will see you in the next one. Goodbye.